どうしたんだい、みんなして。テオフラトゥースのこと聞きに来たの。テオフラトゥースの、まさか思い出したのかい。いや、そうじゃないんです。あ、そっか、残念。ベイン君のお父さんなんですよね。確証はないけど、おそらくね。ベインをスカウトしたのもそれが理由だし。でもそれはきっかけに過ぎない。今の君を見れば、入学させたのは間違いじゃなかったと胸を張って言える。テオフラトゥースさんはどんな方だったんですか？ああ、実は彼とは同級生でね。すごい。一緒に研究とかしたんですか？同級生といっても同じクラスだっただけさ。正直彼は雲の上の存在だったよ。彼が何を研究してるのか僕なんかには全く理解できなかった。人だったんだ。あれ、でも、どうかしたかい。テオフラトゥースさんと同級生ってことは、つまり先生、メイン先輩くらいの子供がいてもおかしくない年齢なんですね。テオフラトゥースの話だと。はい、何かご存知ないですか？俺がここに来た時にはもう卒業してたからな。そうですか、残念。ゼップルとかイゾルデに聞けばいいんじゃないか。あいつらなら年も近いしな。なんじゃ、大勢で。先生は、テオフラトゥースのことって、覚えてる？テオフラトゥース？はて、聞き覚えがあるような。錬金術師のテオフラトゥースよ。起きちゃったの？しっけえな、わっしゃまだ80じゃぞ。じゃあ教えてよ。そうそうじゃな、確かあれはわしが19の頃、当時のわしは
係なさそうな話が。その話、長くなりますか？お望みとあらば、何時間でも話してやるぞ。私たちは先に失礼します。ニケ先輩、責任を取って最後まで聞いてください。え、うちが？さあ、行きましょう。あら、大勢のお客様ね。私に何か？あの、テオフラトゥースさんのことを聞きたいんですけど。テオフラトゥース、ベインのお父さんなんだよね？そう聞いてるわね。私は半信半疑だけど。だったんですか？彼には散々才能の差を見せつけられたわ。それゆえ敵の多い人だった。敵ですか？妬まれやすい性格をしていたのよ、いろいろと。そう、一つ面白い話を思い出したわ。何何？この学園には創設以来決して生徒が踏み入れない場所が一箇所だけあったの。大いなる獣と呼ばれる巨大なモンスターに守られた場所だね。おー、冒険っぽい話ね。そんな危ない場所あったかしら？こちらから近づかない限り危険はないし、知らなくても無理はない。でも彼、テオフラトゥースはその獣を退け、その地を踏んだ。何のことはない。ただ景色の綺麗なだけの場所だったらしいけど。父さんだけが知ってる景色。ふん、面白そうではない。その男がたどり着けたのならば、俺様に行けぬ理由はない。止めても行くんですよね。付き合いますか。先生、ありがとうございました。挨拶が遅れました。私も。早く行きなさい。仲間を待たせるものではないわ。はい、失礼します。この程度でわかるとは思わないけど、試す価値は。Thank you.
着いたな。
ったよね。